え、どうも、吉祥です。お願いします。はい、吉坊主。はい、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 はい。ということで、本日9月、5日、対、ドラゴンズ2対1勝ちました。3連勝。はい。来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すんごい試合でしたね、今日も。長い。もう3時間半以上の試合、ヒットは出るけど点は取れない。お互い打線噛み合わず。お互い、あと1本が出ず。うん。ロースコアな乱打戦、うん、ロースコアな乱打戦と言いますか。うん、ロースコアな乱打戦、うん、なんかすごい。うん。珍しい試合でしたね。なんかすごい。うん。世にも奇妙なじゃないけど。で、安打数で言ったら、ドラゴンズ11安打1得点。タイガース7安打2得点ということで、なんかね、安打数だけ見たらね、ドラゴンズ勝ちなんじゃないかなっていう風な、そんなね、試合展開、ねえ、感じですけども、なんとかね、抑えてくれましたよね。試合展開的にもね、結構、まあね、3回にタイガース2点先制して、ねえ、まあその後1点取られて、その後もね、本当に三者凡退のイニングが2回と、7回と9回か。うん。いやー、結構ね、ピンチを招いたんですけども、なんとかね、抑えてくれたってことで、まあ、価値あるね。うん、一生。うん。いやー、本当に勝ててよかった。うん。まあ、今日はね、まあ、ちょっと、ジャイアンツは勝利。うん、カープはちょっとまだ延長入って今3対2でね、ちょっとカープリードしてるんで、まあ、ちょっとどうなるかわかりませんが、まあまあまあ、そんなね、カープ巨人上ばっか気にしててもね、まあ、しょうがないんで、まあ、っていう感じですね。まあ、勝ち続けるなければ結局、まあ連覇見えてこないんで、いや、こうやってさ、もう本当に先週負けて、もう無理だ、今年はもう優勝無理だ、諦めますというところでこうやってね、3連勝、交流戦後のあの大型連勝の時以来の3連勝。いや、本当 DV 彼氏だよね、本当に。どんだけこっちの心をもてあそぶのかっていうね。いや、でもよう、でも3連勝なく、ねえ、頑張ってるね、タイガースは、本当に。よう3位に食らいついてるわって感じですけども。まあ、ちょっと2連勝の壁超えたんで、ちょっとこっからね、ガチガッていって、もらいたいところでありますけども。いやー、まあね、今日ちょっと残念なのが、近本17。今日近本2打数0安打。まあ、3フォアボールですけどね。出塁率で、だけで言ったら、まあ、6割。まあ、今日の試合だと。まあ、6割いってますけど、まあ、ね、ちょっと、連続安打がね、止まってしまったっていうのが、まあ、ちょっと残念ではありますけども、まあまあまあ、いずれ記録は止まりますから、うん。まあまあ、こっからまたね、まあ、状態自体はいいんでね、うん。いい感じに、たくさん打ってもらって、うん。そしてね、大竹9勝目おめでとうございます。大竹9勝目おめでとうございます。いやー、今日はね、なんか割と高めとかが多かったのかな。結構打たれんだったんだけど、要所要所頑張ってくれて、満塁のピンチでもゼロで抑えたりとか。今日はなんか大竹いつも以上に三振多く取れてるイメージ。うん。5回で8奪三振でしょ？キャリアハイ？そんなことはない。キャリアハイかな？ちょっと確認してないんですけども。うん。いやー、なんとかね、いやー、勝ちついたんでよかったですね。9勝目。これ2桁見え、あるね。大竹2年連続の2桁。うん。いやー、ナイスピッチングです。ありがとうございます。いやー、本当に。なんとか。しのいでくれたよね。そして、今日はね、近本フォアボールから中野のセーフティーバント、今年初めて決まったらしい、セーフティーバントで成功。
セーフになって、で森下、まあさすがすぎる森下、うん、そしてテルの犠牲フライあって、うん、2点取ってっていう形で、いや本当に森下は勝負どころで打ってくれるね。いやーすごい、いやーありがとうございます本当に、うん、いやいや中継ぎ陣もね、今日はあの勝ちパ全員つぎ込みました。うん、キリシキ、石井大地、ザキさん、ゲラ、うん、もう全員良かったよね。キリシキマジで怖かった、キリシキがマジで怖かった。6回ね、うん、ツーアウトランナー2、3塁まで行って、ツーアウトランナー2、3塁スリーボールから、3球ストライクで空振り三振。いやヒヤヒヤしたけど、まあ岡田監督もね、まあ最後ね、試合後のインタビューで言ってましたけど、まあ塁出してもね、結局最終的にゼロで抑えれば何も問題はないんでね、もう何も問題はないです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや勝ててよかった、ガチで勝ててよかったっす。はい、ということで、いやーね、今今日はゲラがね、初めてのお立ち台ということで、あそうなんだとか思いつつ、まあ確かにあ見たことなかったなとか思いながらね、はい、まああのね、あの高橋春人とかよりももうなんかね流暢な日本語喋ってましたけど、流暢な、なんだっけ、どうも、ありがとうございましただっけ、なんか変な日本語喋ってたよね。なんだっけ、どうもありがとう、なんか、ねえ、ね、可愛らしいね。うん、助っ人外国人が日本語喋る、助っ人外国人が日本語を喋ることに、助っ人外国人が日本語を喋ってる時、ね、あの日本語、助っ人外国人が喋る日本語でしか得られない栄養みたいなものあるからね。いや、本当に。うん。いや、苦しい試合でしたけども。いや、本当チャンス何回もあったのにな。まあ、細川エラーで、ノーアウトランナー三塁からね、テル島田連続三振。ねえ、坂本セカンドゴロっていう、その、点入んなかったりとか、塁溜めてもなかなか一打が出ないっていうね、感じでしたけども、勝ちなんで、10対0で勝っても2対0で勝っても、勝ちには変わらないんでね、うん。いや、価値ある勝ちですよ、これ、本当に。うん、ということで、明日、はい、ビーズリー復活、はい、来ました。いやーちょっとね、かなり間隔が空いて、もう12週間以上空いてるかな。いやーちょっと待ってました、あなたの、帰りを、はい、待ってました。うん、サクッとお願いします。明日もサイスニードですね、明日は。うん、普通にやればやってくれるはず、マジで普通に行けばやってくれるはず、先制点取って。うん、いやーちょっと頼むわマジで。うん、頼むわ。さあ、まあね、3連勝しましたけども、ドラゴンズに対してはね、ドラゴンズさん、こっからちょ流行同盟ということで、ドラゴンズはカープとの3連戦、ちょっとカープ倒していただいて、しっかりお願いします、本当にお願いしますね。うん、まあタイガースが勝ちまくるっていうのはマストな条件ですけども、まあちょっとね、まあちょっと調子のいいねカープ、巨人にちょっとおとなしくしてもらうっていうのも、かつ上ではちょっと大事な、キーになってくるんでね、お願いします本当に。うん、頼みますよということで、今日の動画は以上になります。いやー明日もねしっかり勝って、基地方でちょっとね、行きたいですね。うん、6連勝、ちょっと連勝どこまで行くか、ちょっとね、うん、大型連勝欲しいです。大型連勝あれば本当に分からなくなるんで、ということで、今日の動画で以上になります。じゃあね、明日もまた基地方でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。